やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。じゃあ今日マウスウォッシュやろっかな。これも圧倒的好評のゲーム、ベストオブ嫌な気分になるでしょう2024って書いてあるけど、レビューに。あら、マジで話わからん。 PV 見ただけだと。ホラーなのかな、ちゃんと。ほうほう、ほう、何このゲーム、なんかもうすごいんだけど。それではやっていきます。マウスウォッシュニューゲーム。なになに、世界観好きなんだけど。船員5名タルパゴ、グロ系なの。俺グロは問題ないね。発送予定日数382日間、輸送経過日数147日間。苦しみを祈る。まあ半分も過ぎてないんだ。てか1年以上なんだね。宇宙貨物船。旅が長いぜ。おい、これブルース君。ごめん、マジで。おい、これ、マジでパソコン行くか行ったんかと思ったわ。全貌21点モン単位、軌道上に天体を検出。手動操作で左へ 1.4 度、修正し、衝突を下げてください。すごいね。緊急警告。前方 1.9 点モン単位、軌道上天文と衝突する見込み。自動操縦で航路を修正中。船員は緊急対応で指示してください。航行スタッフの過失により、船員の給与から4000クレジット割引。おい、おい、これ何、何、お、何、どういうこと？誰も入れるわけにはいかない。今は関係ない。いや、多分俺の操作じゃなくて、これ、こいつが多分ね、突っ込ませようとしたぞ、多分。危険行動をこいつが勝手に取った。これと、これと、見れんのが、ロッカー？開け、あ、ここが開くんだ。なるほどね。鍵、これかな。取得。あとは、これなんだ？非常用発電機。危険、ポニー運送保護キット、緊急時専用、船長以外使用禁止、要コードスキャナー。社員証アーニャロックされている。タブ、緊急用キー、船長専用、コックピット端末の緊急用オーバーライドキー使用。ガチャン、オープン、自動操縦解除。うこれで自動操縦が解除したから、マニュアル操作か。マニュアル操作自体はできない。あ、あ、開いてる。あ、自動操縦のまんまだと、事故んないように AI が持っていっちゃうから、事故る方向に舵を切ってからマニュアル操作に変えたんだ。おお、怖っ。え、これちゃんと怖い系か？何の音だこれ。後ろから追われてるとかではない。開かないけど、怖、開かないの、怖。何、何するのこれ。ちょ、もう一回トライしていい？
ここは開かない。うわっ、何？なんで当選もされてんだ？何？どういうこと？どういう世界観？こいつだよな。これじゃね？今いたの。これ現実か？これなんかもう閉じ込められすぎておかしくなった人の願望の夢の中なんじゃないの？もう船なんて壊れちゃえっていう人の、人の夢なんじゃね、これ。違うわ。誰だってこうするはずだ。スウォン寺、クソ貨物には触れちゃならねえ。貨物室の施錠には訳があんだ。のんびり神を待つよりまがまがしいだろう。わ、なんて言うんだろう。金ももらえねえのは。でも何か役立つものがあるかも。もしかしたら何があるっていうのは夢か希望か、マジパンか。は、そこまで。生き延びるのに役立つならやる価値はある。ねえ、ポニー運送の先輩方、もっと落ち着きません？やりましょうよ。もっとか、やりましょうよがなんかなってるけど、ちょっとぐらい構わないはずです。グループセラピー委員会くんはどうやって入るつもりなんだ？あ、任せてください先輩。地元の少年野球のチームじゃ一番のスイングの持ち主だったんです。ガチで子供に大怪我させたいんですよ。マイナスな、なんかちょっと言葉こうなるっぽいな。俺が斧を使えば、おつむに大怪我して生まれてきたのか、クソガキ。その辺で勘弁してやれ、スウォン寺。緊急時の手段があるはずだ。安全手順によれば確かドアには大体のアクセスコードがあるはずです。でもコードスキャナーがないと分かりません。それに船長しかスキャナーにアクセスできない。なるほどな。ならあいつに聞いてきな。ブルースも歌ってくれるかもしれないぞ。スキャナーさえあればカーリー抜かでなきでもコードを、入手し開けられる。スキャナーさえあればカーリー抜きでも。カーリーが船長なのかな。こうか不幸か、今俺が船長なんだ。あ、ジミーが船長。なんとかする。じゃあやりましょう。コードスキャナーを手に入れる。俺の名前はジミー大輔。今日の夕食もスープになりそうですね。チキンヌードルにするか、じゃんけんしません？食料はどれぐらい残ってる？4ヶ月分ぐらいですかね。ふむ、空気残量より少ないか、なんとか持ちそうだな。理論上は。ベルトに新しい穴を開ける準備をしておかないとな。まあ、帰還できたらお袋がガチ太らせるはずです。スウォンジーさんみたいに。それにめっちゃ武勇伝になります。もしかしたらニュースになるかもしれません。テレビにだって出られるかも。ああ、女受けもいいだろうな。やった！真の問題はトイレットペーパーですね。致命的ですよ。記者には黙っておくべきです。大輔はバカなんだな。あ、何？食べ？あーにゃ、全然じっとしてくれなくて。鎮痛剤は？その、すごく痛がって恋に耐えられなくて。看護学校を卒業してるんだよな。ポニー運送もコスト削減まで熱を上げやがって。あの、思ったんです。カーリーを引っ張り出してからコックピットに戻ってませんよね。ほとんど泡で埋まってる。ちょっとした奇跡だな、カーリーが化石にならなかったのは。でもまだ不安定かもしれない。同感です。ただコードスキャナーがあるとすればそこしかないかと。出なきゃお手上げだ。見てくるよ。
あなたなら大丈夫です、ジミー。本当に頼りになりますから。あと、それと、その、手伝ってほしいね、船長。カーリー。そうでした、すいません。カーリーの薬のことで。誰だって肩書きに見合った働きがいる。だよな。看護師アーニャ。はい、忘れてください。俺が何とかするよ。全然世界観読めねえなあ。お、スウォンジーか、これ。大貨物強盗の計画を練るんじゃなかったのか。ここで何をしている。お前に関係ないだろ。今は何もかも俺に関係があるんだ、カーリーのおかげでな。この話はもうやめよう。分かった分かった、船長殿。作業中だ。ブルーカラーのバカは止まらず働きゃならねえんだ。機械が止まっていようがな、行かれてる。先に言っとくが休憩中だ。心配するな。休憩時間の規則は守ってる。あは。何の作業だ。中はどうなってる。ぎっしり泡の壁だな。なんとか壊して中から疲れ物が取り出せないか試してんだ、俺の工具とかな。だが泡を貫いて機密が破れたら全員あー。だって消火しただけじゃないわ。消火した後に密封してんだって。だから誰にもいじらせんぞ。大好きにもか。お前のインターンなんだから助けになるだろう。あのピーマン頭を入れるとでも。事故で荒れた後だぞ。我らが看護師もどきはメンテ中、通気口が開いてて足をぶっ刺しかけたんだ。それも事故前にな。警告はしたんだぞ。だが右耳から左耳だ。ましてや10代のガキだ。新物鼻のことしか頭にねえ。うちの極図節どもそっくりだ。だからダメだ、誰にもいじらせん。すげえ悪口言うな、スウォンジー。何かあれば言ってくれ。コックピット来た。うわー、コックピットも限界だ。ないな。コードスキャナー来た。貨物室を開ける。来ました、コードスキャナーゲットしました。貨物室、あ、事故以来スウォンジーは作業室に入れさせない。中は泡でいっぱいだとか。信じられねえな。信じられねえよ、スウォンジー。俺、おめえスウォンジー、看護師もいた方がいい。あいつがいたってこれ以上状況は悪くならねえやん。あんや、貨物室開けるぞ。え、カーリーに薬を飲ませてくれるんですか。薬なしじゃ本当に苦しそうで。わかったわかった。どうやら包帯も湿ってるみたいだ。はい。もう替えがないんです。絶望だ、絶望だよ、やだよ。包帯の替えがないの絶望すぎる。これで開けて鎮痛剤を飲ませる。じっとしててくれよ。俺だってやりたいわけじゃない。でもよく言うだろ、痛みは生きてる証拠って。聞いてられません。ごめんなさいごめんなさい。何に謝ってんだ。看護師だったらもう立ち向かえよ。飲めないんだ。そんな強引に飲ませないで。飲む能力とかも弱いから、もう口で、口の中に突っ込んでんだよ、手で。おもろ、このゲーム大好きだ。おい看護師、お前ふざけんじゃねえぞ、甘ったれんな。鎮痛剤が突きかけている。でもまだいるんだろう。どうしてカーリーはあんなことをしたんでしょう。だからどう答えたら満足してくれる。そうだよな、こんな状況でそんなこと言ってどうすんだお前。最悪の瞬間、私たちが怪物にならないと、そう信じなくては、ジム。信じなくては、カーリーに対しても。カーリーは俺たち全員を巻き添えにしようとしたんだ、アンヤ。だから今はカーリーを生かす理由が二つある。あいつがカーリーだね。重要なのは俺たち全員が同意したっていうことだ。理由はどうだ。だから最初に俺が操作してたのはカーリーなんだね。で、そいつが事故を起こしたんだけど、一番被害を被ったのはカーリーで、
でみんなで話し合った結果、カーリーは生かそうということにしました。それが一つ目の理由です。二つ目の理由は何だよ、教えてくれよ。なんでそんなことをしたんだろう。まあ最初のなんか説明書きにもあった通り、これ苦しいことだからね、そもそもね。宇宙貨物の仕事で301年以上も家に帰れない大仕事。俺ら何を運んでるんでしょうね。スペアパーツなら俺とスポンジーさんで船を直して脱出できるかも。あ、なるほどね。運送会社だから貨物室自体は何を運んでるか分かってないんだ。それを今から食料とかが突きかけてるから見ようって話だね。無駄口を叩くな。タルパ号アクセスコード表示用をどこを照らしたら4517。開いた。おお、これは食料。終わった。衝突まで7日。衝突まで7日？ずいぶん時間が巻き戻ったね。アーニャ、聞いてますか？おっと、もちろんすまない。また眠れなくってね。カーリーじゃねえか。これどんどん人変わってくんだな。でも精神鑑定には合格なんだよな。ええ、前回同様の回答でしたけど、もう少し心を開いてもらえませんか、船長。この鑑定はあなただけのためのものじゃないんです。君の目から見て飛行する資格があるならいいんだ、アーニャ。もうやめてくださいよ。鑑定しないといけない方が一人残ってるんです。ジミーか。ジミーは私が遊びでやってるみたいな態度で、それでこんな鑑定書を書かなくちゃならなくて。ん？鑑定書？私はアニメの馬を見て性的興奮を覚えた。ああ。代わりにやろうか。本当ですか？ジミーとは長い付き合いだ。俺相手に、からかったりしないさ。船長ですしね。そう、俺は船長だ。ありがとうございます。本当に助かります。忘れる前に、スウォンジーがこれを渡してくれと。これなんて意味？俺に奇跡を求めんな。何なのか分かりませんが、楽しそうですよ。お疲れ様です、船長。今私は操作するキャラが、カーリーに変わりました。今私はカーリーです。さっきここにいたカーリーですね。ジミーだ。ポニー運送は船内で娯楽は提供しないっていうのに。あの部屋いつだって何か壊れている感じだ。タルポも年季が入ってきてる。検査は通過してるんだろう。問題ないはずだ。ああ、それと直前に大輔の増員があった。これまで5人になった場合を考慮していなかったな。もっと大騒ぎしておくべきだった。ここが、ああ、あれだ、スウォンジーが入れなかったとこだ。何してんだお前ら。ああ、問題が理解できたよ。このガキ、俺を苦しめるために連れてこられたんだろ。インターナンズはクソったれ。追肥を直そうとしただけなんです。なんでそれで緊急用の泡が出てくるんです。お前の努力の方向が音痴だからだ。俺なら対処できんだが、斧のケースを開けれるのはお前だけだ。何もかもお前なしじゃ進まねえんだ。俺がやるよ。じっとしててくれ大輔。生だっけ4517。いや、開かねえわ。別だ。あー、コードスキャナーで見るしかねえな。あ、全部に対してこれがあるんだ。2609だ。はい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 。この取得使用。あ、そんなしないとあれなんだ。かなり強固だな。うわ、これは強烈ですね。いい加減そのクソおつむにぶち込め。通気口は立ち入り厳禁なんだ。内部がすっかりいかれちまってる。ぶっ刺して感電して丸焼けになりてえのか。いや、でもスウォンジーさんじゃ狭くて入れませんよね。でも俺ならちゃんと対処、船長、斧をくれ、損じ。これじゃあポットを損傷する恐れがある。尿とこうならないようにしてくれ。わかったわかったよ。わかったからはっきり聞こえたよ。
片付くまで斧を預かっててくれよ。大きくたっていいんですよ先輩。じいちゃんも超でかかったんです。それに60枚長生きしました。何をさっと突っ立ってんだ。こいつを片付けてくれ、うん、さあ孫子は大好きに仕事を基礎から教えているようだ。先は長いな、まだまだ。まあでもちゃんと教えてるんだ、インターセンとして。スポンジちょっとね。非常用凍結ポット。予備電源は20年分ある。ほぉ、こんなものがあるんですね。一番、うわー、そっか。凍結ポットだって。ジミー、どうしたんだよ。アーニャに正常と診断されたのか。ちょっとマット外れだが、気を引き締めてくれる。お前のは俺がやると言っといた。アニメの馬の話全部聞かせてくれ。それってもともとなのか、それとも最近の目覚め。分かった分かった、よしてくれ。コックピットへ行こう。宇宙の旅っていうのは長いんでね、こういうポットを用意してあるんですよね。で入って冷却して、で自分の経過時間は進めないけどっていう。インターステラーにもありましたね。何これ、え、なんでこんな長いのこれ。あ、何これ、何この跡。え、こんなコックピット遠くなかったよね。これ言っていいのか。うわっ、はあ、何、どういうこと。もうカーリーはおかしくなってんだなこれ。まあ衝突事故を起こす7日前だもんな。極限だよな。エマージェンシー、映画見てたぜ。なんだこれは。ああ、もう船長ほんとダメだ。カーリーはもうダメなんだ。後ろが向けない。これは考察しがいがあるゲームだな。最高だぜ。なんだこのピンポンみたいな部屋は。ドアか、あれドアだな。はい、コックピットだよ。適当にやっつけたんじゃダメなのか。どうせ戻ったら鑑定に疲れるわけでもないだろう。さっさと詰ませよう。副操縦士の義務の効率的かつ最大限果たせましたか。どうかな。良好としておこう。カーリーが一番やばいよ。そんなことしてる場合じゃないよ。看護師が使えなすぎる。カーリーを見抜いてくれ。終わりだ終わりだ。めでたしめでたし。で、他はどうだ。ここだけの話。悪くない。ここは俺たちが掌握している。考えもしなかったよ。こんな貨物船の掃除を楽しむ。お前なんて。地球での苦労を思えば。だな、俺だって聞いてるよ。お前が大したリーダーだって。正直言ってちょっとイラつくぐらいな。で、どうだ？ん？お前、いつだって橋の先端でセメントに足を突っ込んでるみたいだったぞ。最近考えるんだ。これでいいのか？うまくいってるからってここにいていいのか。長距離貨物船の優秀な船長で何が不満なんだ。そうじゃない、そうじゃないんだ。ただ怖いんだ。
思うんだ。これで全部、これが俺の全て。それかリスク覚悟で新しいことに挑むべきか。うまくいかないとしても。なるほどな。はしごのてっぺんまで登ったってわけだ。それで考えるんだ。見当違いのはしごに登ったのかもって。頂点には程遠いもんな、どう見たって。俺はまだ登ってる途中だが、そんなとこだ。でもまあそうだな、お前を信じている。ここでも地球でもどこだって。それ精神鑑定に書いときな。メッセージ受信。おっと、お偉いさんだ。そろそろお開きだな。また後で。うん、すごいあれだね、人望の厚い船長だな、カーリーは。怖い、これほんとパソコンいったんかと思うわ。あっ、貨物室に飛ばされたんだけど。何、俺たちはこれ何を運んでんの。なんだこれ。え？ A business operating at a steady profit can give its workers security and employee benefits. Operating at a profit. すごい地面。家畜かな。特効薬。ドラゴンブレス提供。おお、何？革命的デンタルケア新製品。新製品でバクテリアの細菌の撃退、嫌な、後味を残しません。ドラゴンブレスマウスウォッシュ、一日中ファイヤーフレッシュ。集中しないといけないぞ。お前ら集中しろ。これはカロリー使うぜ。こんなのマウスウォッシュ。クソ信じらんねえ。まるで海みたい。床が見えないや。5人で 1年以上かけて運んでたのがこれ。何もかも全部マウスウォッシュのために。糖分含有量が高いので殺菌効果は期待できないかもしれません。殺菌効果だと何を言って、見せろ。エタノール 14% だとさ。はっ。あは。少なくとも口臭が良くなりますよね。その通りだ、構造。間違いないな。何してるんですか？やめてください。
無理だよ、それは限界だよ。ただのおっさんなんだよ、デンタルケアを気にしている。聞こえるか、13年間禁酒で禁酒が海みたく破れる音だ。ソーダ、カレー、シンクに燃える海がな。せいせいするぜ、乾杯。カーリー船長に万歳三唱。これだけあれば誰だってマジでベロンベロンになりますね。ああ、その前に死ぬけどな。こんなの現実じゃありません、ありえません。これぞ水星虫ってな。これなんて読むんだ。大輔行けよ。男らしい飲み方習ったことあるか。戻りました、カーリーの視点に。皆さんさーて集中していきましょうか。クソおもれーですよこれ。おめでとう、おめでとうございます。顔すごいことになってますよ。えへへ、やりました、乾杯。おお、何のお祝いだ。共同バースデーパーティーは高校ごとに一度までですよね。ならいつやったっていいじゃないですか。高校中本当の誕生日を祝ってもらうのは一人だけ。前はスウォンジーだったよな。そんな見たかったです。次はお前の番だよ、おめでとう。こう言っちゃなんだが、自分のバースデーパーティーまでお前の職務だ。ケーキ作りの権限を持っているのはあなただけです。レシピは機械のそばです。頑張ってください船長。なんで自分のケーキを自分で作んねえといけねえんだよ。3142、はい、来た。ウォーターパウチ、おお、ゼラチンパウダー無限じゃねえか。そんでもって、ウォーターパウチを使用、ゼラチンパウダーを使用、そしてスイッチオン。そうするとなんと、じゃーん、スポンジの完成。プレーンケーキができましたと。2341、甘味料なのか。甘味料はおもろくね。甘味料はアクセス権限あるんだよ。いやーすごいね、革命だな。スピーチお願いしますよ。こいつは反論できないな。スピーチスピーチスピーチお願いします。俺はな、どうしたんだ。経営からの報告はこれだけだった。この配送分の給料はもらえるはずだって。それ以上はわからないんだ。ポニー運送もついに終わりか。うん、ひどい冗談だ。しかも自分たちが落ちなんてな。貯金なんてありません。こんなのありませんよね。ポニー運送は最後の有人貨物船企業だったんだ。ずっと前から兆しはあった。いつ聞いたんだ。今週初めだ。指示されたんだ、目的地に近づくまで話さないように。でもみんなには隠しておけなくてな。ならお前の望みは叶ったわけだ。これで罪悪感なし、ジム。こうなるって分かっていたら、なんだっけあれ、生存競争ってやつ。アーニャは医学校には入れなかった。まあ正直な。それからスウォンジーはあと何年働ける。大好きは大丈夫だ。ママとパパが面倒を見てくれる。せめてもの救いだ。でもお前は、もっと高めに登るってんだろ。俺はただ、逃げ出したりしない人生を送りたいだけだ。なんでお前、カーリーじゃあんなことしちゃったんだよ。そう言いたかったんだ。何も、俺たちから逃げ出そうとしたんだろ。ブーツが綺麗になったら汚れは置き去りってわけだ。そうじゃない、そうなんだよ。罪に耐えられなかったんだろ。ヒーローでいるためにな。船員を見捨ててても模範的船長でいたかったんだろ。信じらんねえや。こんなのどうしたらいいんですか。クソケーキでも食おうな。タルパゴ、タスカでクルーズに乾杯。我らが船長とその新たな展望に乾杯。ナイフを取得すんの怖えな。
あ、マウスでこうやんだ。マウスでよいしょ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 。カーリーは期待されすぎてしまったんだな。衝突から3ヶ月経ったぞ。もうみんな限界だ。カーリーを確かめる。まだ眠っている。カーリーを確かめる。だから看護室か。メディカルルーム。カーリー、まだ薬を与えられてないのかもしれない。アーニャを探す。鎮痛剤が切れて苦しんでるね。アーニャがコックピットで何してんだ。あ、スウォンジーというわ。いや、ちゃんと理解しています。そうするしか。ん、あ、お前か。ジミー、あなたも眠れないんですか。夜時間だからな。こんな遅くに何話してるんだ。アーニャ、泣いてるのか。いや、気にしないでください。大丈夫です。みんなしっかりしなきゃな。あ、俺はちゃんとしてるぞ。心配無用だ、船長。カーリー、またうなってるぞ。もう薬を与えたのか、アーニャ。あ、いえ、すっかり忘れていて。忘れてんだよ、アーニャ。ダメだろ。すいません、すぐ。俺がやるよ。そんな、本当に大丈夫ですから。言ったろ、俺がやるって。代わりに鎮痛剤を与える。アーニャが怖いね、これは逆に。アーニャは恨みを持ってるのかもな、代わりに。ジミーは性格的にはいいやつだけど、代わりを追い詰めたのはジミーな気はするな。しかも悪気なく。待ってろ、ガーリー。今、鎮痛剤やるからな。口開けろ。鎮痛剤ねえぞ。待てよ。残りわずか。これがなくなったら、カーリーを黙らせる術を失う。もうあとちょっとしかねえんだ、カーリー。なあ、うなるのやめてくれ。くそ。みんなの考えは分かってる。俺を見る目。なんて言えばいいってんだ。それに、アンヤどうするつもりなんだ。くそ。今ここじゃ俺が操舵席に座ってるんだ。操縦席に座ってるんだ。それは感謝してる。開けてくれ。こいつで気分がクソ良くなってくれ。雑になってるよ。まあそうだよな。こんな状況にしたのはカーリーだもんな。恨みもあるよな。少し食べないか。なんでだ。せいぜい2級品だろう。どう見たっていまいちなものしか手に入れない時もある。だからこそ本当にいいものは、まあいいだろ。なんでわざわざ、ほらみんな逃げようとしたろ。でも誰一人成功しなかった。何度も考えたんだ。これが平穏、これで満足か。正直に言えば決して最高ってわけじゃない。ならできるのは満足いく人生に しようとするだけだ。逃げっぱなしじゃなくてな。昇進する時もある。家を買う時もある。恋に落ちる時もある。でも、それ以外の時間はただ友達とまずいケーキを食べるだけだ。今じゃそれさえ素晴らしい時に思えないか。だから切り分けてくれないか。わかったよ。ならナイフを探してみる。怖い。怖い。
装置のゴミ、これコックピットに行くの、これコックピットですか。それはナイフの代わりにはなんないんじゃないか。うなってる。なくなって、あそこになんか書いてなかった？カーリー、俺にどうしろっつんだよ。カーリー、え、衝突から4ヶ月、船員を確かめる。あ、大好きだ。もう飲み物なくて、どれだけ飲んだんだ、死んじまうぞこんなんじゃ。まあ先にですよね、分かってます。このインターンシップ、お袋が見つけてくれたんです、俺のために。この怠け者って言って、分からないんです、自分が何になりたいのか分からなかったんです。何をやってもうまくいかなくって、全くのクズですよ。まだ終わってないだろ大好き。お袋に罪悪感を抱えないでほしいんです。お願いします、持って行ってください。もう見たくありません。マウスウォッシュ飲んでみんなおかしなっとるって。一口マウスウォッシュ。ああ、もう泡であれが使えないんだ。だからもうみんなマウスウォッシュを飲みながら過ごしてるんだ。あんや、あ、もうびっくりしました、すまない。いえいえ構いませんから。君もそれを飲もうと。正直言うと、はい、多分気持ち悪くなるだけで何も解決しないでしょうけど、どれだけ願っても。その考えたんです。知ってますか、薬って全部医務室にあるわけじゃないんです。ツールの保管ロッカーにもしまってあるんです。なんで今さら。泡に覆われてしまいましたから届かないと思っていたんです。でも泡の位置から見積もったところ、薬の入ったロッカーは泡の奥の深くじゃないはずです。だから破ってみてもいいはずです。一撃でも脆いところを抜いたらみんな宇宙行きだ。リスクを取る価値はあります。少なくともスウォンジーから斧を借りる口実にはなるな。泡を破る。スウォンジー、その斧貸してくんねえか。スウォンジー、もうマスオシで酔っ払っちゃってるじゃねえか。ジビボー、エルキャプテン、すべてを知る者。もういいか、それがいるんだ。このオンボロガか。こいつはな、我らが前船長に託されたもんだ。隙のないリーダーからな、大いなる責任が伴ってんだ。知ってんだろ、もっと鎮痛剤を手に入れたくてな。有効活用しないか。おっと、そういうことか。このパーティーをとっととしまいにしたいんだろ。みんなを救いたいんだ。自分の手でか。どうぞご自由に。あ、そこでこれ割ったのか。んー、あ、これだ。イプソルパノールと鎮痛剤。お、うわ、びっくりしたんや。すごい地味。やりましたね。ああ、分かってしまえばそんなに手強くはなかったよ。すごいです、本当。だろ？またお願いして申し訳ないんですが、でも、代わりに鎮痛剤を与えてもらえませんか？まだ吐き気して。なんかしろ、お前。仕事しろ。本気じゃないよな。なあ。今まで君の気持ちに付き合ってきただろ。でも、どうにかしようとしてるんだ、アンヤ。
この状況を抜け出そうと、私、コードスキャナーを探して、それからドアのコードを見つけて、斧を取って、泡を切って、ただし切りすぎないように、それして何より、代わりにクソ薬を与えて、でも俺はやってきた、やらなきゃならない。このクソ船じゃ、船長はクソ責任があるからな。すみません、そんなつもりじゃ。大輔はゲロで窒息しないように見ててくれ。いえ、私やります。俺が何とかするよ、アンヤ。いつだって俺がやる。船長は重いもんなんだな、船長とは。カーリー、鎮痛剤の時間だよ。分かってなかったよ。お前を抱えてたプレッシャー、クソ、伝えようとしてくれてたのにな。最悪の瞬間、俺たちは怪物になるってわけじゃないだろう。お前いい船長だったよ、カーリー。またそうなる。二人で乗り越えよう。優しい。泣いてんのか。泣いてんな。ジミーが泣いてんのかな。これ、おおお。審判まで6時間。ジミー、出てきやがれ。あ？なになになに？なに？ちょっと待って。俺何したんだこれ。手の震えが止まらない。ジミーだよな俺。俺ジミーだよな。ジミーおかしくなっちまったか？取得ロープ。隠れられんぞ。隠れられんぞって言われても。ロープで縛って、今縛ったね。一つ金属パイプ、二等分に切り分けてやる。金属パイプ、衝突時に壊れた金属パイプに頑丈で再利用可能。うわ。衝突まで2日。カーリーの視点、大丈夫か。ええ、眠れないんです。わかるよ、俺も寝返りばっかり打っている。それか一晩中天井を見つめるか。実は夜の時間、ウィンドウスクリーンが割と好きなんです。信じてもらえます？だからたまに見に来るんです。すごくすごく近くで見ると右上隅にドット抜けがあるんですよ。へえ、うん、ダメだ、見えない。私の記憶じゃいつもそこなんですが、探し回ってると気が狂いそうだ。ありがとう。だからって幻想が台無しってわけじゃない。落ち着くよ。でもまあ全体を見慣れてるだけかもな。輸送日数どれくらい残ってるんでしたっけ。待ってくれ、確かそう237日ってとこかな。ちょうど8ヶ月。そのポニー運送はなぜ医務室のドアにはロックをつけたのに寝室にはつけなかったんでしょう。うん、コックピットにロックをつけたのと同じ理由だろうな。安全のためだ。安全のためなのか本当に。5ヶ月衝突から。ジミーさん助けてください。どうしたの大輔。ジミーさん緊急事態です。落ち着け。どうした。アンヤさんが医務室に閉じ込められちゃったんです。ドアが開きません。使い果たしちゃうかもしれません。何かを。わかった、見に行こう。アンヤさん、ジミーさん連れてきました。助けに来たんです。大丈夫ですからパニクらないでください。なあ、ロックが壊れてると聞いたんだが。おい、アンヤ、聞こえてるか。ええ、聞こえてます。ジミー、薬の残りもあそこだ。クソ、まずいかもな。力いっぱい押してみたか。
ベンチか何か転がってませんか？医療キットはどれだけ重いんです？アーニャ、ドアが詰まっているのか？いえ、どういうことです？なあ、みんなストレスが溜まってんだ。でもちょっとこんなのためにくじけるな。ドアを開けろ。あなたの言う通りです。ずっとあなたの言う通りです。最初からこうするべきだったんです。ずっと信じていました。最悪の瞬間が私たちを定義するわけじゃない。それで修復不可能になったりしない。そんなの私が望んでいるとでも？誤解しないでください。これは私にとって最悪の瞬間じゃありません。全然違います。かつてないほど最高の瞬間です。ドアを開けてくれ。何とかします。アーニャさん、どういう意味です？カーリーはまだアーニャと一緒だよな。え、まさか大輔、お前とスウォンジーは誰よりも 船の内部構造に詳しいよな。医務室に入る方法は全くないのか？スウォンジーさんが言ってたんです。立ち入り厳禁だって。行くぞダクトニー。もう超絶対ダメだって。何よりもダメなんだって。作業室か。あの壊れた通気口、医務室に通じています。でもただ人一人ぴったり技術的に入れるってだけで、それしか道がないならそうするしかない。聞こえてるか、アンヤ。よし、行くぞ大輔。まさか大輔なのか、こっから。いやー、ピュアだといいですね。ちゃんと働いてくれる。メンタルが全てだな、生きるとは。これで大輔がダメになってしまったら俺どうしたらいいんだ。スウォンジー、スウォンジーさん、助けてください。作業室は危険だって言われました。でも俺はいいんだよ小僧ども。分かってんだろ、入れさせねえよ。立ち入り禁止だな。少しでも可能性があるなら、地味棒、あの泡の壁を引っかいたって無駄だ。このクソ船に新しい決断を増やすだけだ。どうにもならないんだ。ついてなかった。ロバのない尻尾と一緒だ。でもスウォンジーさん、マジでやばいかもしれないんです。お願いだから聞いてください。俺たち神が選んだこの惑星のお気に入りなんだ。そう思わないか？だからこいつに名付けないとな。ウェイクロックに乾杯。他のどこで何が起こってるか知ったことか。俺はウェイロック史上最高に幸せな男だからな。もう行こう大輔。話してもしょうがない。酔っ払ってるんだね。うー、怖ー。新転換。審判まで8時間。動くんじゃない。寄せ。俺ならなんとかできる。クソタワゴトばっかり抜かしてんだ。正気か？すみません。消毒液まだあるよな。あの予備の医薬品のやつ持ってこい、今すぐ。カクテル。俺たちはお前に。カクテルだと？何こいてんだ。あれはお前のせいだ。お前がいなければ。仕方なかったんだ。お前役立たずか、このクソ腐れのお味噌。他にも何かあるはずだ。消毒液を探す。何？あ、通気口はもうクリアしてる。何が起きてる？ここはもう探してる。せめて役に立とうとしろ。クソったれ。スウォンジーが一番まともか？まともなのか？少なくともあいつは向こうにたどり着いた。まだ助けられる。消毒液って言ってもこれ貨物室行ってあれしか。うわ、なんだは、貨物室も入れねえ。え、照らしてどうなんだこれ。これ横はなんだ？おい、これすごいあれだね。リスペクトエヴァだね。この階段もネルフにつながるエスカレーターを意識してんじゃないの？
見えずの獣、あてどなく休みなく、逃れることもかなわない。すげえガシャガシャ鳴るじゃん。なんの音これ。うわっ、どういうこと、わけわからん。待ってね、これ若干のミニゲームか。どういうこと、どういうこと。静かに、どういうことだこれ。だるまさんが転んだかな。ここは結局で、こう来たら止まる。消毒液だ。クソほどあるからな、消毒液は。やらかしました。しゃべろうとするな。我慢だ、大輔。生きるためだ。5ヶ月、衝突から。作業室の通気口が医務室に繋がってるはずです。ただスウォンジーさんの話を聞きましたね。今行くのは危なすぎます。泡を破ろうとしたら機密まで破れてくるリスクがあります。もうやらかしたくないんです。これまで見たく。アーニャの話を聞いただろう。今すぐ何かしてもおかしくない。先走ったまでだって。俺とお前で大輔カーリーを助けるんだ。だろ、スウォンジーが助けてくれないなら二人で何とかしよう。ですね、もちろんです。よし、やりましょう。でも泡の前にどうやって作業室のドアを開けるんですか。スウォンジーさんずっと前に張り付いています。鍵だって持っているんですよ。考えがあるんだ。俺を信じてくれ。スウォンジーを気絶させよう。喧嘩でもするんですか。いや、いくらスウォンジーでも限界がある。とりわけ酒ならな。酔いつぶさせよう。簡単安全だ。後になって何があったか気づきすらしないさ。キッチンにあるのはノンアルコールカクテルのレシピある。レシピ通りじゃなくてちょっと材料を変えるんだ。聞くやつにな。やろう。スウォンジーを気絶させる。行こうか。マウスウォッシュとイソプロパノールを合わせる。イソプロパノール合わせたらでも死なねえか。大丈夫か。イソプロパノールは人が死ぬ可能性があるって書いてあったけど、まあいいか。OK、 取得。アルコール入りカクテルできました。行くぞ大輔。このドリンクめっちゃイケてますよ。砂浜でエッチな女の子が飲んでる光景が目に浮かびます。それで飲みすぎて吐いちゃって二度と飲めなくなるんです。ああ最高。スウォンジーに持っていこう。マジで大好き、癒されるわ。行くぞ大輔。俺のインターンに教育中か。個人的には数年研究を積ませながら育てるんだがな。まあ俺はそうするってだけだ船長。なんだこいつは。なあ俺たちずっと一緒だろ。四六一お互いの首を絞め合わずにこの状況を乗り切れるぐらいならこれくらい。分かった分かった、よこしてくれ。レシピは即興風にしてみました。お前変なこと喋んな、黙れ。ああ分かってると思う。お前の手がこの珍味に加えられちゃいけないのはな、小僧。
バーテンには見えないからな。もちろん当然メカニックにもな。え、ははははこんなとこに来るべきじゃなかったんだ。どこのドイツに乗せられたんだ。哀れで惨めな年寄りが群れがバカを一丁突っ込んでかき混ぜて何を学ぶか見てみようってか。見て学べとかなんとかな、くだらねえにも程がある。何もかもうまくいってると思っても、失敗のためにどれだけこれ、どれ、失敗のたび、どれもこれも前より少しずつひどくなっていくだけだ。追いさらばえて、醜くなり、底意地も悪くなる。ずる賢くなるだけだ。愚痴なんて似合わないぞ、スポンジ。俺ら全員お前みたいに振る舞うべきだと考えてんだろ。我らが勤勉で巧妙な船長殿は、俺が言いたいのはこのパーティーに日が沈み切っちまう前に一息つけってことだ。我らが地獄の道を行くことなく自らの道を歩み続けられますように。行っちゃえ。行ったな。ちょっと強力すぎねえか。一曲作業室の鍵ゲットした。ちょっとやりすぎたみてえだな大輔。まだ息してます？地面に頭ぶつけてましたよね。大丈夫だよ、スウォンジーの耐久性は天井突破してるはずだ。起きても多分ひどい頭痛がするぐらいだ。うわー、めちゃめちゃ怒るだろうな。これでもう評価は、いい評価はもらえないや。大輔お前いいやつだな。船長、本当にいいんですかこれで。あとでスウォンジーさんが目覚めてちょっと落ち着いたら話し合えるかもしれませんよ。スウォンジーさんたまに職場の安全やなんかすごくこだわるじゃないですか。それってすごく大事なことがあるんじゃないかって思うんです。スウォンジーさんが教えてくれたのは勇気を出す時だ大輔。カーリーとアーニャが俺たちを頼りにしている。なんだ、うわ全然泡がない。あ、これって入ったことないですけど、なんて言うんでしたっけ。うん、低温凍結ボット、それです。ぶっ飛んでるやつ、まるで SF みたく。あ、これまだ動いてるみたいです。これってどれぐらい凍結できるんでしょう。20年はクソいける。信じられません。スウォンジーさんがここの泡を全部取り除いていたなんて。違う。え、どういうことですか。考えてみろ。スウォンジーのやつ、作業室の泡の壁を壊すのをお前に手伝わせなかったろ。ええ、慎重な作業を要してましたから言われたんです。運動能力が高すぎて手に負えないって。青の壁を突き破っちゃうんじゃないかと。マジでその通りですよ。全く理にかなってます。残念ですけどね。その代わりにキッチンを担当してたんです。言われましたよ、毎日在庫を整理整頓するのは超重要だって。いつも全て20、30、40チェックを命じられました。そうか、なるほどな。で、スウォンジーがここに入ったかどうかは。いえ、でもあの忙しさを見たところ泡なんてなかったんだよここには。それにスウォンジーは前から知ってたに決まっている。このパーティーは日が沈みきっちまうまに一息つけだと。あの酔っ払い、自分を救うタイミングをずっと待ってたんだ。ポートに入れば本当に救助されるんでしょうか。20年も発見される可能性があるんだ。今の状況にはずっと勝ち目がある。こんなやり方じゃなければな。みんなが死ぬのを待つ間歯を食いしばって嘘をつくなんてな。そんなはずありませんよ。きっと理由があるはずです。聞いてみましょう。スウォンジーさんが目覚めたら。スウォンジーには後で対処すればいい。今はやるべきことをやろう。なら通気口はまだ無事みたいです。うわ、火花が散ってますよ。想像したくもありませんね。中どれだけひどいか。ところどころ崩れているが、お前なら通れるはずだ。やるしかない。スウォンジーさん言ってました、危ないって。ポットのこと伝え忘れたとしてもこういうことにはちゃんとしてるんです。目を覚ますまで待った方がいいのかも。できるって言ったよな。スウォンジーがちゃんと教えてくれたんだろう。照明の時だ。スウォンジーだって起きたら喜ぶさ。誇りに思う。俺たちがこうせざるを得なかったわけを分かってくれるさ。それから自身の行動を説明だってしてくれる。そうですか大輔。みんなお前を頼りにしてるんだ。船長命令だぞ。はい、やれます。よし、行きますよ。あー、不安だな、大丈夫か大輔。
大輔マジで愛したくなるな。あー変な風になんないでくれよ大輔。あーあここでもうアーニャさん待って医務室でな何やったんです。あっちにたどり着いたんだね。衝突まで1日。まあ衝突前にも頭がおかしくなっちゃう。銃を見つける。銃を見つける。これ今僕が多分カーリーですねこれね。こっちに銃はねえだろうな。これは視点変わり系好きですね。来た。あーにゃ頼む。どこにあるんだ。クビになったからって自分を傷つける理由にはならない。あーにゃ俺たち看護師として君の精神鑑定を受けていなかった。気づくべきだったよ。俺を頼ってくれてよかったんだ。ストレスを感じていたなら。何をしてくれたって言うんです。何だってしたよ。何だって。君は船長みんな俺には責任がある。何度も言ってるだろ。自分を傷つける必要なんてありませんよ。ご存知の通り銃はセーフティーケースに入ってますし私には開けられません。ただ隠しました。どこか教えてくれ。このことは実績記録に残さなくていい。一緒に解決しよう。妊娠してるんです。君が。何だって。誰が。船長言いましたよね。聞いてくれ。俺たちなら何とかできる。ジミーとは長い付き合いだ。話すよ。分かってるんです。あなたは銃を渡しません。自分を守るために。だからせめてジミーにも渡させません。急展開だ。ジミー。うわーなるほど。これどうなんだ。ナビゲーションコースの異常な軌道を小惑星検知。輸送中にコース修正を要する恐れは。やりやがったな地味。審判まで6時間。出血が止まらない。じっとしていろ大輔。次の手を考えないと。俺たちなら何とかできる。なあ小僧聞こえるか。大輔おいよせ動くんじゃない。大丈夫だ大輔落ち着け。これが仕事に行き行く先だ。お前は哀れなスポンジみたいにはなれない。悲劇だな。何十年もポニー運送でクソ忙しく働いてピカピカの工具を取り揃えたあのタフガイみたいには。でこれがそいつの行き着く先だ。いい人生だろ。お前のこと落ちたペンキ缶以上の間抜けだとずっと思ってたよ。いつも無意味に話しかけてきやがって。いまいましい日差しみたいな役立たず。優等生でも馬車馬でも野心家でもない。ただ必死に頑張るバカ素直な構造。お前ならこんな老いぼれにたくさん教えてくれただろうにな。目を閉じろ大輔。スポンジやんのかお前。スポンジお前大好きか。ちゃんと教えてたもんな。一からインターンとして教えてたもんな。化け物。俺ならなんとかできた。ソンジ。何もかも俺がやらなきゃならないんだ。お前ら全員考える時間一つもクリアしないのかよ。なんでわからねえんだ。しまいだ。クソ終点なんだよ。大輔もう1秒たりとも苦しまない。お前の妄想のせいでな。
信じられない。もう演技はやめろ。企み。みんな分かってたんだぞ。スウォンジー、作業室に行ってたんだ。見たんだ。お前が何をあそこに隠してるか。斧を持ってこそこそアーニャに訳の分からないことを吹き込んで、今度は何だ。あの凍結ボットに入るつもりなんだろ。確かにアーニャとも話したと思う。でも、何もかもアーニャの方が俺に教えてくれたんだぞ。船長なら、船と心中すべきじゃないのか。もうどうだっていいことか。俺には行くとこなんだね。求めたものはすべてここにある。この船にな。だからとっととそのポットに入れや。誰かに見つかったって構やしねえ。いくらでも作り話をしな。それがお前の努力の賜物だよ。ジミー、てめえ。これジミーなのか。俺たちを嘲笑ってる。なるほどな、カーリーに憧れたクズだったんだな、ジミーは。いやー、寝室に鍵を作んなかった理由はそういうところにあった。お前がいいやつなのか、お前がいいやつなのか、スウォンジー。俺なんでジミーを操作しねえといけねえんだ。私言ったんです、アーニャな。俺を待つべきだった。あいつなんて言ったんだ。何も言ってませんでした。怒ってたか。どこ行った。ただ歩いて出て行きました。カーリー、もうあの人ここにいてほしくありません。待ってくれ、クソ。ちょっと待ってくれ、探さないと。何もかも大丈夫だから。ワンチャンアーニャが悪な可能性がまだ若干あるけど、でも死んでるところ見せる。ジム、俺ならなんとかできる。帰ったらどうなると思う。え、俺たちなら乗り越えられる。俺とお前なら。耳に入ってくるのはお前がどれだけ優れたリーダーかばかり。クソ、うんざりだ。でも今帰ったらどうなると思う。俺たち一緒ならなんとかできる。俺たちが人生で達成した何もかも、成果も変化も、何の意味もなくなるんだ。お前、困難な状況に何度も乗り越えてきただろ。今回だって同じなはずだ。進めていこう。毎日少しずつ。俺だけの話じゃないだろ。お前は何もかも掌握してるはずだった。お前自身そう言っていた。船も、船員も、ここで起こった何もかも。ここはお前の責任だろ、船長。一生そう言われて生きていくんだ。それか、全て悲劇として記憶されるかもな。名高き船長、なんとか、これなんていうの？で、関わらず、タルパ号の船員は決して見つからず、生還する者は誰もなし。お前は頂点に立っている。セメントに足を埋めて。待って、カーリー初めて見た。かっこよ、カーリー。今ならわかる。だろ？だな。これが本当のキャプテンか。これが本当のリーダーか。
俺が何とかする。うわー、これカーリーじゃなかったのかよ。嘘だろー。ジム、やってないって言ってくれ。俺がやるべき。俺はやってな。お前、何しでかしたんだ。うわー、ジミー、これはすごいわ。これ俺すごいわ。このゲームすごい。ジミー、カーリーどうすんだよそれ。ハッピーバースデー船長、最高、乾杯。うわ、スモンジー銃で撃たれてる。船長ジミボーに、さあスピーチしてくださいよ。ほら、いけいけ、いいの頼むぞ。やったー、我らが船長、船長ジミ憧れてたんだな、カーリーに。おい、なんなんこれ、なんでだよ、なんどうしようってんだよ、俺に何をクリックさせろってんだよ。おい、俺こんな、俺ケーキやめてくれよ。すごいなこのゲーム。みんな苦労して皿に食い物を盛り付けてたんだ。でも足りなかっただろ船長。お前にとっちゃはしごの一番下でも、俺たちにとっちゃ一番上なんだ。足元から崩れ落ちるまではな。俺たちと同じ高さの人生なんてお前には生きるに値しないんだろ。でも俺は許す。俺たちはみんなお前を許す。お前を見捨てない。こうなってもお前を信じてる。俺たちへ乗り越えよう。うまくいく時もある。宇宙の果てまで旅する時もある。でもこんな状況を受け入れてくれるしかない日もある。お前が教えてくれたんだカーリー。食べよう、生き延びよう。責任を果たせ。ここ診察室か。うわ、入れるわそのまま。ダクト、診察室から入ってるから、これは作業室に向かってるのか。あ、ダクトでかっ、ダクトでっか。あ、何？大好きいたよな今。
もう後戻りできない。うわー、後戻りしたら責任を果たせ。どうしろっつんだよ。これだと進めるな。これでまたこっちに進んでみるか。なんだ。責任。カーリーは責任を負って生きてたけど、それに憧れてたんだな、ジミーは。でも実際そこのその責任を背負ってみたら重すぎたんだろう。落ちた。こっちが前だね。落ちます。うーわ、あれ、どこだここ。さて進んでいきますよ。なんだ？花だ。俺これ誰だ？うわー、ジミーだ。何の音？
怖い怖い、ガー危ねえ、うわあ、怖え怖え、うわあ怖え怖え怖えよ、やった、これね、構えるまでが若干遅いんだよね。腰打ちできねえんだって、腰打ちできはしてて、これニョイーンって構えないといけねえんだよ毎回。あ、俺にも言い分がある、だから黙って聞け。13年間泥みたいに過ごしてたんだ、飲んだくれだ、控えめに言ってな。でも突如見えたんだ、街灯に顔が照らされて、500ギガワットの神の力だ。どっかのドブで膨れ上がった俺の死体が見つかる幻覚、震えたよ。それで襟付きのシャツを着て住宅ローンを組み、クレジットカードを作った。何もかも揃えたんだ、いい人間になろうとして。親父より立派な人間に子供たちを育てようと願った、信じたかったんだ、最悪の自分より一歩も後退してないって。でも真実はこうだ、規則、運転、日課、クソをこなすための果てしないクソ自暴自棄、愛する妻、素敵な子が子供、禁酒、教えてやる、お前に一生かけて追い求めた達成感、ゴーライを超えても思ったほど大したもんじゃなかった。さて、おしまいだ。てめえの棚下ろしとこう。棚下ろしといこう。頭クラクラソファーに沈んだあの夜、手にはガラスの破片、カラカラに出血して死ぬほど笑えた。老いぼれ犬がキラキラうなり、キラキラの月を苔にする。吐き気、残骸、ゲロ、醜い残酷さ、それが全て。世界に問題はただ一つ、空っぽの酒瓶。人生最高の日々だった、そう、人生最高の日々だったんだ。隠すもんなんてねえ、覚悟はできてる。てめえが何者か俺は見つめられる。でもお前は臆病で自己中なクソ野郎、見えちゃいねえんだろ。俺は小僧を守ってやるべきだった。一つでも正しい真似ができたなら、このクソみてえな場所であいつに小さなチャンスを一つでもやれればな。ソンジ、全部なんとかする、俺たちなら乗り越えられる、クソくらい。ソンジいいやつだったんだな。責任を果たせ。あー、スモンジーが大好きに教えてた基礎基盤だ、くっそ。あー、意外に俺さえ言ってたもんな、お、スモンジー意外に大好きに教えてんだなとか。愛だったんだ、あれは愛だったんだ。なんだ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 、なになになに、ジミーにはでも耐えらんねえだろ、この重圧が。カーリーは憎んでるよお前のことを。お前の人生ずっとつきまとうぞ。内臓、どこの内臓だこれ、
テレビから行こうか。 'Tis old Mother Goose's birthday. We're giving her a party. A party, a party, a party for Mother Goose. The baker man, he served the cake. It was a sight to see. ケーキだ。ここで止まんのか。取得カーリーの足。ちょ、わかんねえなあ。食べたら、あっ、ああ、これでわかんのか。ここ、こうかな。こう来て、多分こうだね。口から入って、でこう来て、で上に繋がって、でこっちから入ってきて、で下に落ちる。来た。助けて。ああ、俺の操作がこのテレビの中に行ってるわ。何の描写？これはジミーだよ。これはジミーなんだけど、家に帰りたいな。ここが家だよ。始めたことを終わらせないか。気にするな。誰かが見つけても俺は悪役を演じるよ。善人のまま終えられるさ、望み通りに。俺なら止められたんだ。責任は果たすさ。いや、二人でヒーローになれる。チームだろ。俺とお前は昔みたく。事故だったんだ。俺ら閉じ込められて、俺が過ちを犯した。そうだろ。すまない、マジですまない、カーリー。責任を果たせ。地味てめえ。おい、なんだよこのエコー、やめろよ。おい、おい、やめろって。馬じゃねえか。
Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! すっかりピカピカだ。口の中の気持ち悪さを一掃したろ。残骸を超え、沈黙を超え、洗い流して一日中ファイヤーフレッシュ。うわあ、びっくりした。ハンダ？なん、なんで？あ、うわ！どっち行けばいいんだ？どっち行けばいいんだこれ？どっちだ？やばい、ちょっと曲がり角がないこれ。来たら正面いたね。そこにいる、あっちにいるってことはこっちから来るでしょ。こっちじゃん。大輔、あ？あ？アーニャの顔が見えるのがないな。足が遅くなった。このゲーム。なんで空っぽなんだよ。ポニー運送はおしまいだよ。お前もな。これ曰く。黙れ。カーリーは最善を尽くした。俺だってそうだが、あいつの方がマシだった。俺ならわかる。俺たち二人ともなんとかできる。俺があいつを何とかする。責任を果たすんだ。カーリー、船長、すまない。ああ、当たり前だろ。俺がやらかしたんだ。でも俺はまだ何とかできる。最悪な瞬間が俺たちを。カーリーに憧れちゃったんだな。
家へ帰る。大丈夫か、カーリー。きっと大丈夫だ。お前、いつも俺を支えてくれたよな。なのにお前を苦しめちまった。みんなを救おうとして。でもこれで、お前は生き延びられる。お前が言った通り、俺たちなら何とかできる。誇りに思うよ、友であり。副操縦士でいられたことを、船長。もう誰もお前を苦しめない。俺たち、やったんだ。俺、やったんだ。何も すげえ！俺今までやったスチームゲーの中にトップ3入るわ。いや、これはマジで圧倒的好評。これは圧倒的好評。すごいすごい、ノベルゲームの完成形に近い。ノベルゲームっていうかストーリーゲーム。いや、すごいわ。これはちょっとレベル違かった。俺の中でめちゃめちゃ面白かったね。